こんにちは、片付き友がお送りするエアマルチまったりマインクラフト。撮影日は6月29日1時2分です。さあコメントをやっていこう。ですが今回は下準備となります。とりあえず砂を集める。砂2スタック焼いてガラス2スタックを準備。よく白樺の原木を2スタック確保する。この2つをやっていきたいと思います。白樺の原木2スタックは少々大変だと思うので遠征に行って拾ってこようかな。ほいっと。そう、どうやら今回の DM は手抜きをしたようです。ちょっと DM の方がね重かったみたいでね。であと寝坊もしたみたいでね。ちょっと手抜きをしたと。まあ、塔の方を作ってるしちょうどいいかなと言ってたけどね。塔は作ってるけど、あの哀愁の塔という名はついてしまった。あの塔どうしていこうか。あれ、俺から作ってなかったっけ。1スタック確保。惜しかったな。よいしょ。白久保さんが2スタックだからな。まだまだ全然足らんですよ。ラベンダーのやつが終わりましてね。おはようございます。まあ蚊取り線香のアロマセレクションというものを調べてもらったら分かると思うんですが、ラベンダー、バラ、そしてカモミール、3つのアロマの香りのする蚊取り線香がね入っておりまして、とりあえずラベンダーを使っていたわけですよ。上から順番にね、それぞれビニール袋に包装されていて、匂いが移らないようにはされているんですが、ラベンダーを使った段階で、ね、あ、やっぱ、アロマセレクションとはいえやっぱ蚊取り線香なんだなと、すごい線香の匂いがしたからね、香りが強かったから、まあこんなもんかと思ってたんだけど、つい先日バラの方を使いまして、なんだこの香りはと、すごくいいとすごいいい香りがしたんだよ。ラベンダーの時とは大違いで、じゃあこれカモミールどんな匂いするのっつって、カモミール自体そんな匂いを嗅いだことがないものだからさ、なおさらね気になっていたんだ。で使ってみたんだよね、おととい昨日か、とりあえず使ってみたんだ。甘い匂いがした、すごく甘い匂いがした。
多分ね、俺一回全部ラベンダーをいっぺんに全部使い切っちゃったけど、その日の気分でね、今日は落ち着いた、あまりアロマな感じじゃなくてちょっと落ち着いた感じがいいなって時はラベンダー、華やかな感じにしたい、今日は華やかな匂いにしたい、そんな時はバラ、甘い感じがいいなって時はカモミールっていうね。ちなみに蚊取り線香ね、自分の部屋で使ったことがある人はわかると思うんですけど、お洋服に匂いがつきますが、アロマセレクションなので匂いがついてもとてもいい香りがしてきます。バラは本当、華やかって感じの匂い。カモミールはね、バニラアイスみたいな、ソフトクリームみたいな甘い匂いがします。そうだから、もう途中からちょっとカモミールはね気をつけてほしいけど、途中でちょっと、ちょっと甘ったるいわっつって、何このバニラアイスいっぱい食べすぎたみたいな、何この感覚っていう状態になった。はい、ポンディア。そんぐらい甘い香り、カモミール。なので、僕がそのアロマセレクション、ラベンダー、バラ、カモミール、3つの香りがするんですが、順位をつけました。1位はバラ、2位カモミール、3位ラベンダー。だけどね、2位と1位の差が、ね、結構開いてる。やっぱバラいいでね、蚊取り線香緑色だと思うんですが、ラベンダーはうっすら紫だったかな、いや違う、でもちょっと緑だったような気がする、うっすら紫か、バラがちょっとピンクっぽいような感じ、赤紫みたいな感じね。でカモミールは緑色、まあ言ってもカモミールはいい香りだったけど、いい香りなんだけど、ずっと書いてると甘ったるくなっちゃう。ちょっと今日甘いもん食べたいなっつって、たまにはパフェでも、ね、特大のパフェを頼んで食べたけど、途中でもう甘いのいいやってなるときあるじゃんそんな感覚になる。甘い香りがする。カモミールなんじゃないんじゃないかっていう。バニラアイスなんじゃないか。バニラの香りなんじゃないかこれっていう。カモミール。だからラベンダーアイスとかアイスっていうのが、ラベンダーアイスとかさあるじゃん。あ、知らない？群馬にはね、ラベンダーパークという場所があって、そこのラベンダーパークではラベンダーアイスを売っているんだよ。なかなかちっちゃい頃食べた時は、いらないってなったけど、多分今食べればこれ面白いってなると思うんだ。爽やかな感じがしていいってなると思うな。でカモミールのアイスあったら美味しそうだなっていうのは思った。バニラに近いからね。カモミールティーとかなかったっけ？多分俺好きだと思う、それ。匂い嗅いだ感じ。匂いのままならね、甘い感じのままならね、そこに、なんだろう、苦味とかさ、草っぽい感じっていうか、なんだろう、青い系の味が加わった上での甘い感じだったら
ちょっとそれはってなるけどね。とりあえず持ってきたよ。これで、はい、オッケー。30個か。よいしょ。そうね、どこ入れとこうか。これちょっとテスト用に置いとこうか。未来品ボックスだからここに入れておこう。かっこ仮ということで。よいしょ。よいしょ。出た。よいしょ。羊毛と皮をいっぱい、羊毛と皮をいっぱい使うということだったんでね。増やしながら、ちょ、びっくりした。やっていきたいと思いますよ。通路の方行くからさ、だいたい一段下がってる方向に向かっていくようになってるから、こうやって落ちていってしまうと、つまりここをね、こう塞ぐことによってこのジャガイモを取ることができる。浅はかだったかダメだったか。囲わない、囲わないとだ。角だけさ、フェンスで囲っていく、そんな感じにしようか。そうすればそこ水流せるからね。よいしょ。はっ、危ね、危ね。よかった、右クリックでよかったわ。危なかった。おやすみなさい。まあよろしかったらね、皆さんも蚊取り線香のアロマセレクション、おはようございます。お試しになってはいかがでしょうか。蚊取り線香の、ね、蚊には刺されたくない、でも蚊取り線香の匂いが嫌だっていう人とかね、いると思うんだ。服についちゃうから嫌だっていうね、おすすめです。伸びてる気配がしたんだ。おーいえ、よいしょ、あっとちった。ちょっと羊毛が手持ちにあったから、
いい子、ハサミ作っていい？お、白樺一スタック完了。ハサミ作っていい？オッケー、ありがとう。絶対オッケー出てないんだけど。真ん中が空いてるから、こっち真ん中が空いていないから、日差しの関係で伸びた高さ変わった。あ、近くに松明があるからか。日差しの強さがジャックオランタンプラス松明でプラスされて増量された。ギリギリだなと思って、今なんか変だなと思って、あ、大丈夫じゃなかった。作ってる途中だわ、これ。もう一人ここ作ってる途中だわ。あんなにハーフをチェストに入れておきながら作ってる途中とはどういうことだ。こいつは一体全体どういうことだ。
よいしょ。あ、ちょ、ちょ、待って。嘘で、邪魔じゃないよ。OK、したらフェンスを作って、はい、フェンス、ティア、はっ、やって、よいしょ、スッと、危ねえってそれ。あ、引っかかる。なんとかして村人を動物小屋から出せないものかな。なんとかして村を作ったのにさ、畑を作ってもさ、動物小屋にいて一切畑仕事をしてくれなくなってしまったからね。困ったもんだよ、まったく。OK、完成。消えた。あったと。いや、置けない。置けないんだけど、ここには置ける。消えるのを確認してからじゃないと置いてはいけないと。じゃあダチ、あんたたちからもなんとか言ってくれよ。畑仕事をしてくれと言ってくれないか。しないならそこ全部小麦畑にしてしまうぞ。いいのかな。いいならするけど。あたしよいしょ、食べないで置いて、かじったやつ置いても、もう生えないだろうそれ。スムーズに置けるときと置けないときの差はなんだ。左手は食うんかい。食いしん坊の やり方それ。右手に鮭おにぎり、左手になんか違うおにぎり、目星かな。鮭でしょ、いくらとかさ、たまにさ高級なやつ食べたくなるよね。高級なおにぎり、200円のやつ。鮭とかはさ、普段食べるんだけどさ、たまにさ、銀鮭とかさ、イクラとかさ、ああいうの食べたくなるよね。あとあれ好き、なんだっけ、最近食べてないから思い出せない。チーズのやつ、なんだっけ、チーズとマヨネーズの味をするのを覚えてる。なんだっけ、何のやつだっけ、あれ。なんか丸い系のおにぎりでさ、チャーハンとかあるし、チャーハンも結構好きなんだけどさ、なんかあ、鶏五目、五目系も好き。五目おにぎりあったっけ、そんな。おやすみなさい。寝れました。なんだっけ、おはようございます。チーズのやつ、チーズとマヨネーズの味がする。ピラフ、エビピラフもいいね。い、違うんで、それじゃないんで。チーズの味がするしか思い出せない。
なってこの村人とも音がしたのか、ここにドアをつけたがためにそこのドアに判定してしまう、そのドアが判定してしまっている可能性大、仕方ないな。まあ正直ここから移動できるようになってから1回ぐらいどうしてね、これでいいでしょう。さあ村人たち、あなたたちは豚なのかい、千と千尋なのかい、父さんとお母さんが豚にされた時な、逆パターンかい、豚が人間の姿をしているのかい、なんてこった。あ、しまったバカか、毛を虫に取ってしまったたびに奴らの赤い毛の羊たちはもう二度と赤い毛を生やすことはない。さてとりあえずガラスにスタックと 白樺の原木にスタック、確保完了ということでコメントは以上となっておりますので、こちらの方やっていきたいと思います。一番下部分何しようかな、藁を敷き詰めようかね、一番下ね。なんで先からそこ置いたし、来づらくなったろうし、ここはこうハートね、こう建築した人しか知らないこの場所ほぼ誰も見ることがないこの場所にあえて置いていく、隠れハートだよ。そしたらあの根気畑取って藁にできるかな、藁にしちゃってさ敷き詰めようよ。下部分、この下部分こうやってね、ちょっと行きたいってなるから、もう大丈夫ってなって飛び降りちゃうからさ、これ結果ダメージ受けるからさ。よいしょ、バケツが現地調達持ってないね。バケツの挙動がおかしいんだけど、もうそろそろ 1.10.3 がそろそろ来るんじゃないかな。バケツの挙動がおかしいからさ、あると思います。あれ、もう取れなかった、拾ったら12って言ってた、52なんだ。これでまた拾えなくなってしまった。拾えなくなっただけじゃないんだ、鳥の餌が大量に増えたぞ。こいつは大変だ、鳥も喜んでおる。取り逃しはない、大丈夫、もったいないからね、鳥の餌だけにね、やかましいってね。よいしょ、ほい、まあ、あの羊さん、赤い羊さんに餌を与えられるようだったら大抵子羊を産んでもらって、大きい方は2頭とも買って借りてしまおうかね。
18個だと言わないな。 9×11、7×8 か。ちょっと待って、超早い。大丈夫だった、まあ、すごく快適だった。快適の上を行くくらいの勢いで快適だったんだけど足が超速くなってたんだけど大丈夫だったのかな。よいしょ。朝のお時間です。で、これで2度になったから帰る。 OK。 そのボタン、56個。え、そんな必要なの、あそこ。嘘だ、嘘だ、信じないぞ。うん、まあ信じなくてもいいけど、信じなかろうが何だろうが信じようが、ここが18個に変わりはないんだ。18個じゃねえ、56個に変わりはない。どうやろうか。こういうところさ、スッと行ってほしいよね。ちゃんとクンクンっていうやつにしてほしい。変わってほしい。あ、ちょっと時間が来ましたよ。よいしょ。マジか。じゃあ外か。そうして、どうしようか。角っこはね、角っこっていう言う角っこって、一応方言なのかな。角っこ、隅っことか、そういう角っこに置いといて、うわ、そうだな。サガン、まあ一家様って、まあできれば赤い用も置きたいな。うん、屋上にも置きたいしな。第一屋上で、ね、よいしょ。で、俺これどうするって言ってた。この上に丸石を積んでいくとか言っていたような気もしないでもないんだけど、はてはて、はてはてって言っちゃった。そうだね、この丸石だね。よいしょ。
1、2、3、3、4、5、6段今置いた。6段でしょ。7。よいしょ。で、ガラスの部分は柱として使う感じになるので、そういうことです。おやすみなさい。おはようございます。柱として使うので、あの部分は王冠っぽくなったね。滑らかな皿を置いていきたいと思います。まあ普通に純粋に角度が変わったっていうだけじゃないもんね。これ若干短くなってるからね。言ってもちょっと待ってね、その隣じゃないと置けない。1、3、4、5、6、7、6段。あ、そういう計算難しいな。で、16でしょう。16だからあと10段上に行けばいいんだ。16だとするとね、高さが、ちょっと高いなこれ。これも同じように10ずつ上がっていけばいいんじゃないかな。あと3箇所ね。よっと。うん、まあ大丈夫だ。そんなに痛くない。おお、いいね。村全体を眺められる高さ。それを欲してたんだよ。この高さなかなか良くないかい？あっちの村見えるしね。頑張ればあっちの村見えないね。それは頑張るとかそういうレベルじゃないから、物理的に無理だった。で、あとは全部砂岩で植えていこうか。また2階建てにする？それが無難かもしれないね。この高さをひたすら端っこでさ、全部登っていくっていうのもなかなか辛いと思うんだよね。風景変わらないのかいっていうね。下の階がまさにそうじゃん。途中でこういう風にね、変わってるからいいとさ、一番上までさ吹き抜けでさ、ずっと登っていくっていうのもつまんないと思うんだ。こうやってね、フロアごとに景色が変わるからこそ面白いっていうのもあるからね。ちなみにアラームが鳴った後再設定するときに、だいたいね35分でアラームが鳴って、その後5分のアラームをセットしてね、終わりますよっていう感じにするんだけど、そのアラームをセットし忘れたというか、セットするっていうか開始するってボタンを押したつもりだったんだけどね。何分でアラームセットしますかっていう画面になっちゃっててね、作動していなかったんで申し訳ない。ちょっと長くなっています。が、姫の方に2スタックガラスをあげたんですが、ちょっと上の部分ちょいちょい、あの今作った柱部分ね、ちょいちょいガラスを置いていこうと。はしごを登りながら外を見えるっていうよりは、まあ見た目良くなるからね、その方が。また早く。
毎度ここを愛用してしまう。ちょっと上げたよね、ちょっとだけ上げたような気がする。ちょっと上げたよね、こんぐらい上げたよね。そうだよ。奥の内容はいらない。入ってる。わら欲しいなと思って。はい、あ、6個か。まあ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 。こう、いや、ラビトが世話しないであれば。ちょっと待って。いや、それはちょっとショック受けるから、そこにちょっと連覇だけにしよう。いや、村人がさ、いじっちゃうからさ、そういうの、ね、ちゃんと小麦植えたのにさ、村人がいじって、ね、村人がいじって、別のね、小麦じゃなくて、人参とか植えてしまうのは嫌だから、別の場所に、小麦畑を作ったのに、結果村人が動物小屋に、噛んだな、動物小屋に缶詰状態になっているから、じゃあその隙に植え直そう的な、そう、なんかショック受けるから、缶詰できたんだなっていう、それをショック受けるから、どうしようかな。この中心部分、ここから奥で行こう。で、全部の角の部分にジャックオランタンをつけて、超難しいことやろうとしてるね、俺。そのね、折り方、俺前例がないから無理。すげえ、のだめした。え、あの高さ降りても大丈夫なの？はしごの上なら。ノーダメージだったんだけど、今腕で掴まればダメージない系？あれ？いっか、あったことでいっか。じゃあゴランド置いて、上の列はまた模様入りを置いてっていう風にやれば、まあいい感じになるんじゃないでしょうかね。お決まりのここにはジャックオランタンを、ね、はーい的なね。この高さやっぱさ、ずっと登っていくの悪くないな。いや、さすがに窮屈になっちゃうからさ、間でさ、ちょっと柱部分だけでもさ、ガラスなどを入れるとかさ、2階層にするっていう、この塔を結局4階建てにするとかね、そういう風にすることによって、ちっちゃ、上の階ちっちゃ。あ、マグマのプラン忘れてた。危ね危ね。下の土台がでかいんだね。てか、ここでクロスさせていくとちっちゃくなるんだね、あんなにも。まあいいでしょ、ここは居住スペース&訓練場的なの。1階が居住スペース、2階は訓練場、その上は警備用のね、塔の警備じゃない、監視用のところみたいな、そういうあれになっておりまする。その名も哀愁の塔ということで、オートネーミングシステムが作動しないと思ったら作動していたというね。採石場もいい名前が思い浮かぶといいな。ランウェイとか、オートを、もう一個の名前でもいい感じだと思うけどね。とりあえず村人が、自ら、ね、閉じこもってしまったと。引きこもりの村になってしまったわけだけど、すごい噛みまくっていく。ごめんね。と
りあえず今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方は下のコメント欄もしくは ask.fm までよろしく、ask.fm までよろしくお願いいたします。以上、赤手すきともがお送りいたしました。